他の表現よりもトラフィックが多くないことから数は少ないですが、このアカウントでも何作か音楽を取り上げています。他の表現と同じく物語に注目することから現代音楽に厳しく歌詞のあるポップスに優しいと思われがちですが違います。今日は坂本隆一泣きやと音楽で物語に没入させる驚異の才能石橋英子のフォーマッコイを取り上げます。このチャンネルではコンテンツ探偵メタが 2020年前後の新しい古典を取り上げています。一般的な YouTube チャンネルでは作品を見ればわかることを紹介する考察動画になっていますが、当チャンネルは作品以上の内容を読み解くものになっています。チャンネル登録、高評価は動画更新のモチベーションになりますのでよろしくお願いいたします。フォーマッコイは 石橋栄子が実験音楽系レーベル、ブラックトリュフからリリースした LP、I Can Feel Guilty About Anything のパート1と2、Ask Me How I Sleep at Night で構成されています。音楽的にもユニークで、ミュージック、コンクレートの手法を使っており、普段から取りためている即興音源を素材として使い、これに別音源をオーバーダビングして再構成しています。この作品用に新たにレコーディングはしていないそうです。本来、即興音源というのは、 もともとあった音の物語を引用する文脈から解体するもので、現代音楽はこうした手法を用いて伝統的な音楽の物語にこする試みになっていました。しかし、フォーマッコイはむしろ ECM にインスパイアされたジャズ、豊かなシンセサイザーの重なりとポップの要素を組み合わせて没入感のある物語を感じさせる作りになっています。なので、タイトルもフォーマッコイ。アメリカの伝説的ドラマで20シーズン続いた歴史の中では、 エミー賞最長ノミネート記録を持つ、ローオーダーのジャック・マッコイから取られています。ニューヨーク州検察官で、いわゆる公安系、児童虐待、富裕層やエリート層の不正を決して許さないキャラです。そんな彼のプライベートが明かされないことから、マッコイさんの見えない日常を音楽で救い取りたいという発想から生まれたアルバムとのことです。アートだと男性用小便器を用いたデュシャンの泉がわかりやすい例です。他の表現形式でも、例えば、 現代小説のジョイスのユリシーズは微分を避けた言葉遊びになっていますし、まさに現代音楽だとシェーンベルグの月に疲れたピエロは弾きやすいものではありません。なぜこのようなことになっているのかというと、これら現代コンテンツは20世紀の思想潮流、価値相対主義と並行しているからです。相対主義なので人間にとって伸びとか、 社会にどう役立つかという美学的な新しい基礎の上に発展しませんでした。むしろ引用する作品の文脈を解体し、再構築に失敗した試みに終わっています。一方、フォーマッコイは全く逆。美しい物語に没入させるために即興音源を用い、それぞれを一定の方向性に調和させています。 そこには現代音楽であれほど流行していた暗い攻撃性や機械なノイズはありません。これは大変な才能です。石橋栄子。あえて違う世界のものと思っていたものを掛け合わせた時に思いがけないものが生まれるんです。部屋には自分しかいないのに知らないものと対峙しているというか、自分が知らない世界と即興しているようなところが楽しいですね。音は全て物語をはらんでいると思っています。ただ、音が面白いとかリズムが面白いというだけで聞けるものもありますけど、 自分は映画を作りたいと思っていた時もあったので、音楽で映画のような世界を作りたいとどこか思っているのかもしれません。日本映画は限られた予算から劇版を PC で一人の作曲家が作ることが多く、楽器演奏はほぼありません。しかし、これに反する石橋英子の手法は海外でも大きな評価を受けており、すでに浜口竜介、ドライブ、マイ、カーのサウンドトラックでアジア、 フィルム、アワードなどの映画祭での音楽賞も獲得しています。次回作も浜口竜介との共同作品、悪は存在しないとのことです。